リオデジャネイロ五輪日本代表は、10日、B 組グループリーグ第3節で、スウェーデン代表と対戦。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半12分に、MF 矢島伸也、岡山の得点で先制した日本が、そのまま逃げ切って、1-0 の完封勝利を収め、今大会初白星を獲得した。勝ち点を4とした日本だったが、すでに首位通過を決めているナイジェリアに勝利して、勝ち点を5に伸ばしたコロンビアに届かず、グループリーグ敗退が決まった。